まずは先週金曜日、大分市にコンビニとスーパーのハイブリッド型店舗が登場しました。待ちに待った夏休みがスタートです。海に行きたいです。県内ほとんどの小中学校で1学期の終業式が行われました。式の後、教室では通知表が配られ、受け取った子どもたちはさまざまな表情を見せていました。土曜日と日曜日です。 JR 大分駅では子どもたちが駅員の仕事を体験するイベントが行われました。日田市では夏の風物詩のお祭りです。土日の2日間、日田祇園が開催され、市内を勇壮な山鉾が練り歩きました。月曜日、大分を含む九州北部地方の梅雨明けが発表されました。飲食店で鶏レバーハムを食べた客が体調不良になり、県は中津市の食品製造会社に商品の回収命令を出しました。火曜日です。新たなごみ処理施設が大分市に建設されることになり、起工式が行われました。またこの日は臼杵市に伝わる伝統的な泳ぎ、山内流を学ぶことができる教室の話題もお伝えしました。続いて水曜日、大雨の影響で日田市の橋が被災したことを受けて、県が橋の緊急点検を行いました。この日は土用の牛の日でした。とても美味しいですね、はい、元気になって、しっかり仕事をしたいと思いますね。うなぎ専門店が1年で最も忙しいと言われるこの日、大分市のこちらの店にも多くの客が訪れ、うなぎを味わっていました。最後に昨日木曜日です。日田市では最高気温39度を観測、全国一の暑さとなりました。